Hello! ギャバナフューチャーオンライン講師のミーハンシンです。ですね、ジブリの映画で、千と千尋の神隠しって英語でなんて言うか知ってますか？さあ、千と千尋の神隠し、直訳は絶対しないですよね。ちょっとセンスのいい言い方になる。じゃあ、なんという単語使ったらいいんだろうなっていう感じだね。答えはですね、Spirited Away。こういう、タイトルになります。まずね、spirit っていうのは単語で、精神とかっていう意味があるよね。で、神がかり的なことに使われる単語でもありますよね。その spirit がつったら霊がとかね、なんかそういう意味で使われたりすることもあります。それから spirited ってこういうふうに動詞になってしまうと、元気の良いとかっていう意味になりますね。なので high spiritedって言っていう風な人はすごい元気がいいとかね、そういう意味になったりしますっていう単語です。で、away っていうのはなんかどっかにやるとかってそういうような意味になるので、つなげると spirited away って言って神隠しっていう意味になるんですよね。さあ、なかなかかっこいいタイトルだったと思うんですけど、これ発音が実はめちゃくちゃ難しいんですよね。もう一回ゆっくり言ってみる。 spirited away 言えるかな、一回言ってみて、せーの、言えたかな。さあ、これね、発音の仕方を、今日はね、レッスンしていきたいと思います。まずね、スペ、ここまでは一緒だよね。スーって言ったらあかんよ。スペ、スピね、スペ、ここまで言えたら OK。 そして R の発音やっていきましょう。レ、この後音になりますね。 R の発音っていうのは、これがね、上顎だと思ってね、歯ね、顔を横から見た感じね。で、これ歯だと思ってくださいね。 OK。 で、レ、舌をね、口の中の中間ぐらいに置いてと音出しますね。そのまま、レッ、レッって言ったらね、できますね。唇はね、ちょっと、レッ、こういう感じでね、突き出して言うと、レッが言いやすいですね。さあ、練習してみてください。スピーレッ。いけるかな？スピーレッ。こんな感じになります。さあ、今度、tid away のと、tid ね。ここなんですけども、tid って発音で、はっきりするやり方もあるんですけど、アメリカ英語とかだったら、spirited っていう風に、これね、フラッポンって言いまして、日本語で言うとこのラ行の音になってしまうんですよ。なので、スピーリリ。こんな音を出してみてください。スピーリリ。スピーリリ。そう、最初の R は R のまま。2回目の R とかリリはね、日本語のリです。なので、スピーリリ。こんな音出ますか？いくよ、せーの。スピーリリ。こんな音になります。OK。そして、もう一回ね、フラッポンが入るんですよ。っていうのは、spirited の D の音と away がつながっちゃうんですよね。これをリエゾンって言います。英語っていうのは、単語と単語が、あたかも一つの単語であるかのように話される、音を発音されるっていうのを、これをね、リエゾンっていうふうに言います。なので、ここの spirited away、こういう音で全部つながって、まるで一つの単語なのように発音されてますよね。で、ここの D と A がつながっただっていう音ですね。これもフラッポンになっちゃうんですよね。なので、ラっていう音になります。なので、spirited away。こういう音になります。もう一回いくよ。spirited away。そう、なので後半部分だけ言うと、日本語のラ行を使って、lead away。言えるかな、せんの？lead away, lead away, lead away。 そんな感じになります。さあ、じゃあこれもう一回つなげてやっていくよ。 spirited away、 ゆっくりやっていくよ。もう一回、せーの、 spirited away、 もう一回、せーの、 spirited away。 こんな感じになるんだよね。これを早く言うと spirited away、 こんな感じになります。もう一回いくよ。 spirited away、 せーの、 spirited away、 もう一回、Spirited away! OK? Spirited away! こんな感じになります。で、ちょっと言いにくいっていう人は、息をね、ふわって出しちゃってください。日本語と英語っていうのは、吐息、息の出し方が違うんですよね。吐息をふわって出すの。そしたら、Spirited away! こんな感じになります。もう一回いくよ。Spirited away! 吐息を出して、Spirited away! って言ったら、上手に言えるはずです。ぜひやってみてください。最後にね、T に力を強く入れるともうちょっとリズムよく言えるので、spirited away。 こんな感じになります。spirited away。 千と千尋の神隠し、英語でかっこよくタイトルを言ってみてください。お疲れ様でした。Thank you very much for watching the lesson. Bye! このチャンネルは
は、yeah、 右半身左半身芸歴英会話講師による夜面白くて楽しい英会話学習チャンネルになってるんだよ。だからまずはチャンネル登録よろしくお願いします。